大変残念なお知らせです。今年は福袋動画ができません。本当に楽しみにしていただけた方は申し訳ございません。っていうのは嘘。ふざけてすいません。福袋動画やりまーす。はい、福袋動画大丈夫ですよ。今年もやりますよ。よろしくお願いします。アサラマレコン、こんにちは。凡人ムスリムのダルちゃんです。よろしくお願いします。2021年明けましたね。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。まあ、ちょっといろんな人にね、嘘ついて福袋を買えてないって言っちゃったんですけど、サプライズっていうことでちょっと演出をしてみました。まあやっぱね、福袋を一番楽しみにしていただいてると思うので、はい、これだけは欠かせないんじゃないかなと思っております。実はすごくたくさんね、ケイトスペードの要望をいただいていたんですけど、でケイトスペード買いに行こうと思ったんですよ。今日は1月2日で1日の日に、まあ、横浜そごうが空いてるので横浜そごうの方に行ったんですよ。でケイトスペードとかサマンサタバサが3階に入ってるんですけど、まあ、3階に行ってでてっきり売ってると思ったら、ケイトスペードのコーナー行ってもなんか福袋らしきものが全然置いてなくて、あれって思って、店員さんにすいません、福袋ってないんですか今年はって聞いたら、あ、はい、ちょっと店頭には置いてないんですよ、オンラインのみになります。うっ、ちょっと待って、なんかインターネットのそのケイトスペードのホームページ見てもそんなお知らせ一切書いてなかったのに、そんなのどうやってわかるのって思って、もしかしてあるかもしれないんですけど、もしかしたら私の検索が悪いのかもしれないんですけど、いや残念でしたね。いやいやいや、めげまいって思って、じゃあサマンサタバサに行ってみたら、サマンサタバサもコロナの対策かなんかで1月4日にずれたんですよ。で4日から私仕事なんですね。買えないじゃんって思って、だからね諦めたんです。一旦もういいやって思って、でもそしたらそこの店員さんが、あのねでも元町の方だったら2日から売ってるよって言ってくれたので、あ、じゃあもしかしたら買えるかもって思って、でも大変人気なので先着順になってしまいますからお急ぎくださいねって言われて、で今朝行ってきました。買いました。でケイトスペードに関してはごめんなさい、ちょっと今年は買えませんでした。で、何を買ったかっていうと、今お見せしますね。Which one you want? Are you choosing? Yeah, one, two,That's your okay. You choose. You take.
Yeah. Ah, okay. You choose the photo from the video. Okay. So this and the budget is also. So so. Okay. Come on then. Where? Okay. やった、買えたわ。嬉しいわ。もう諦めようと思ってましたもん。そう。はい、ちゃんといっぱい見ます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。